か今日はカラスが多いな。危なかった。でも任務完了、報酬アップルパイ。今日稼いなくてもいいじゃない、人目をうがつさが、逆境もいつかはいいじゃんいいじゃん、勝手になんだって、懸命に生きよう、命一つ限り、一瞬一瞬かけがえない、乾杯。暴走するゴシップ、物好きだと野獣馬ばかり、今に覚悟立ちはだかる運命よ、うるさいな全て見透かしたような、口ぶり嫌味は恥じたらどうでしょう、戸惑っちゃうような味方ゼロなんて、完全振り決めつけそうだよ、私はどうしたい不可能なんてないで、言いたい示したい、これが私の物語なのって最大限加速していく。今日アイリーンは？お支度中でございます。珍しいね、こんなギリギリまで。お父様、お待たせいたしました。おやおや、これはまた、うん、見違えたよ、アイリーン。似合っていますか？ドレスに着られていませんか？どうした？社交界デビューの時だってそんなことを言わなかったろ。それは、夜会用のドレスと靴、アクセサリー一式を贈る、クロード・ジャンヌ・エルメイヤ。おきれいです、ね、ドレスに合わせて化粧、髪型、香水など全てを変更。現在に至る。今日のお前はとびきり美しいよ。このドレスはクロード様が選んだのよね。着てこいってことで合ってるのよね。うん、今のお前にならセドリック様も惚れ直す気がするな。ご冗談を、死んだってお断りですわ。そうか、ありかなとは思ったんだけどね。ドートリシュ家の損失もまだ取り返せてないわけだし。あら、その件ならご心配なく。うん、あなたもお使いですの？オベロン商会の化粧水。ええ、もうあの化粧水以外考えられません。オベロン商会様々ですわ。オベロン商会、聞いたことない社名だが。私の知人が頑張ってくださってますの。さすがにドートリシュ家の名前を出すわけにはいきませんので。お試し用の品がもうなくなってしまうのは本当に残念。お試し用？どうして私には届いてないのかしら。あら、選ばれた人にしか届いてないとの噂ですけれど。誰か、オベロン商会とつてのある方はどなたかご存知なくて。ライバルだけに届いていたら無視できない。躍起になるのも当然か。ええ、仲の悪い貴族を対抗させる策がうまくいきました。いやはや想像以上だね。セドリック様に解雇された土木関係者にも仕事を斡旋しました。すでに損失を上回る利益を見込んでいますわ。波の男ではお前は手に余るだろうな。じゃあお父様はここまでだ。お前の活躍を楽しみにしているからね。あのお父様がご機嫌？何か良くないことが起こりそうね。
化粧品の守備は上々、手はず通り評判になってるわ。リュックやクォーツの自信作だからな。脅迫状の方も問題ない？ああ、アーモンドのおかげだ。犯人もお前の予想通り。証拠は俺が持ってるから、必要なら合図をくれ。さすがね、アイザック。頼れる同級生を持つと心強いわ。一つ良くない知らせがある。リリア様が行方不明だ。脅迫状イベント通りね。ゲームでは私がならず者を雇って誘拐してたわね。セドリック王子がマークス率いる騎士団見習いどもを魔王の森に向かわせたらしい。え、クロード様、それに魔物たちは？落ち着け。あの魔王様がそう簡単にやられるかよ。不戦条約だってある。でもその魔王様にアーモンドズテで頼まれてる。僕が行くまでアイリーンを頼む。できるよな。お前は魔王が見込んだ女なんだから。クロード様の剣は根回しがいるわ。私に構わずそちらをお願い。はあ、誰にも相手にされなきゃ俺がもらってやったのに。あなたを夫にするなんて、そんなもったいないことしないわ。言ってる。このまま行けばゲームの通り私が誘拐犯になる。でもそれをひっくり返してこそでしょ。一度目は負けた。二度目は勝つ。アイリーン・ローレン・ドートレシを捕獲しろ。今日は城の修理も休み、騎士として見回りだ。あの、アイリーンを捨ててセドリックが選んだ女性か。リリア・レインワーズと言います。私のことを覚えてらっしゃいますか？どうやって僕に気づかれず結界に入り込んだ？結界？何のことでしょう？魔力への耐性が強い聖剣の乙女と関わりのあるものか。まあいい、お帰り願おう。待ってください。私ずっとクロード様のことが気になっていたんです。こんな森で魔物に囲まれて、それでも人間と争いにならないよう務めを果たして、みんなあなたに任せっぱなして、そんなの悲しすぎます。一人ぼっちなんてかわいそうです。かわいそう？その割には今この森は王城の兵士たちに囲まれているようだが。それは誤解です。あの兵士たちはセドリック様が、脅迫状のこともあったので私を心配して。脅迫状の犯人は君自身だろう。ご存知だったんですね。アイリーン様を止めるためにはこれしか方法がなくて。止める？アイリーン様はならず者を雇って私を誘拐するつもりなんです。だから罪を犯す前に自分で身を隠してしまおうと。はい、ここに来たのは私が計画に気づいていると教えたかったからです。あなたはアイリーン様と親しくされているようなので、すぐにちゃんと説明すればよかったですね。ごめんなさい。アイリーンが君に危害を加えると決まったかのような口ぶりだな。アイリーン様は本当にセドリック様を好いてらっしゃったから恨まれて当然です。それに私、どうしてもあなたを放っておけなくて、もう一度会って話をしてみたくて。クロード様、なんだ、頭の芯がしびれるような。女、
王に何をした？これって聖剣の乙女の力か。手を出すな、ベルゼビュート。クロード様、私はあなたと仲良くしたいだけなんです。私ならあなたの願いも叶えてあげられます。アイリーンも可愛げがあるな。この程度の女にしてやられるなんて。だがその原因がセドリックにあると思うと不愉快だ。今日がそがれた。うせろ、僕は忙しい。待ってください。私はただクロード様のためを思って。ベル、大事はないか？問題ない。行くぞ、遅刻だ。これはどういうことでしょう。私は招待客のはずですが。しらじらしい。リリアが行方不明になった、お前の仕業だろう。脅迫状もお前だろう。いえ、リリアはどこだ。私はリリア様のことも脅迫状のことも知りません。どこかに証拠がございますの？お前以外に誰がこんなことをする。確たる証拠もなしにこのような狼藉を。はあ、私はどうしてこんな男に化粧をしていたのかしら。心にもないこと。俺と復縁するのにリリアが邪魔なんだろ。え、復縁なんて死んでもごめんですわ。嘘をつけ。お前は俺を慕っていると未練がましく言っただろう。は？セドリック様、お慕いしておりました。あれは慕っていたと申し上げたのです。過去形です。私はもうあなたを愛してなどおりません。未練もないし関わりたくもありません。さっさと婚約を破棄したいので、早く書面に署名させてくださいませ。まずいな、刺激しすぎだぞ。そんなはずはない。正直に言え、全部お前の仕事だ。俺は忘れられずに。認めろ。認めれば慈悲で心情はおもんぱかってやる。いくらなんだ、頭を下げろ。なんか止めた方が。セドリック様、ご令嬢相手にそれ以上は。黙れ。もともとは俺の女だ。失礼します、セドリック王子にご報告が。ハトリしろ、取り込み中だ。ですが、クロード王子が。戻った。あれが魔王、魔法の力が。初めて見ましたわ。セドリック、森に兵を差し向けたのはお前か。それは荒れ式の兵で我が城を落とせるなど夢にも思わぬ方がよい。皇太子なら軽率な真似は控えろ。私に国を滅ぼす口実を与える気か。待たせた。は？すまない。いいえ、それほど待っておりませんわ。そのドレスよく似合っている。アイリーン、まさかお前。署名は終わったのか？まだですわ。早く済ませてくるといい。僕は弟の婚約者をエスコートするつもりはない。待て、アイリーン、お前は本当に
リリアを誘拐していないのか。何度もそう申していますわ。じゃあ一体誰が彼女を。いくら頑張ったって兄上の方が優秀なんだ。そんなこと。みんな裏で僕を笑ってるんだ。兄上と比べられるのが辛かったのは私も同じ。私は味方だとあの時言ってあげればよかった。アイザック、リリア様に届いた脅迫状です。ゴミ捨て場に捨てられていたものを集めました。それがどうした。脅迫状にはロンバール社の便箋が使われています。便箋は20枚で1セット。バラのデザインの内抜きはのり付けされた後に行われます。ですからこうして重ねると同じセットのものはぴったり重なります。逆に違うセットであれば重なりません。こちらの1枚はこの夜会の招待状に同封されていたリリア様からのお手紙です。その2つは間違いなく同じセット。つまりリリア様の手紙と脅迫状は同セットの便箋ということになります。こちらは差し上げます。私にはもう関係のないことですから。ごきげんよう、セドリック様。どうかリリア様とお幸せに。幼かったあの日、私はあなたに小さな自信と勇気をもらった。だからがむしゃらに頑張った。そのせいで失ったものもあるけれど、出会えたものもあった。私とセドリック様は婚約者であって恋人ではなかった。でも戦友だったとは思っていますの。さようなら、セドリック様。アイリーン、ローレン、ドートリシュ公爵令嬢、自由になった君と最初に踊る権利をどうか私にいただきたい。俺より兄上。お前が俺を裏切るなんて絶対に許されると思うな。今日はありがとうございました。誘拐事件も落ち着くはずです。セドリック様の婚約発表は中止になりましたが、リリア様も見つかったそうですし。クロード様でしょ。何がだ。リリア様は森で迷子になって泣きながらへたり込んでいたと。可愛らしい方だったでしょ。リリア様は。しまった、こんなことを言いたいわけじゃないのに。人気があるんですのよ。笑顔が癒されるって。肌もすべすべで髪もサラサラで。どうしよう。料理だって裁縫だって上手で、何より素直だし。アイリーン、何に怯えている。リリア様はヒロイン。ゲーム通りに会話してフラグを立てればそれだけで。いた。いたたたたたたた。意外とよく伸びる。
何をなさいますの？心配しなくても君は可愛いし、彼女は僕の好みじゃない。そうですか。リリア様とは何のお話を？何だったか、僕の願いを叶えるとか何とか言っていたが。クロード様の願いは魔物も人間も諦めないことでしょう。魔物とドニたちの作業を嬉しそうに見てらっしゃいましたから。君を泣かせたいというのも願いだが。その願いは却下です。そうか、それは残念だな。今日はもう休め、疲れただろう。ええ、そうしま…完璧なエスコートを、そう約束したはずだ。らしくない、たかが挨拶、別れのキスぐらいで。滅びろ、滅んでしまえ。もう僕が守りたい人間など一人もいない。おやすみ、良い夢を。おやすみなさいませ。思い出した、なぜ彼が人間に絶望してしまうのか。彼は裏切られるのだ。幼い頃から唯一信頼してきた人間に。決められた場合なりに従います。社交界の作法に溶け込みます。それで価値の器が満たされると信じてた。不当界に溢れた気遣いの裏にあり余る思惑が重なり合って気づいたんだ。器の下は底抜けの状態だったんだ。後悔の作法におもねりません。それで満たされる価値があることに気づいたんだ。不当界に溢れた気遣いその裏にあり余る思惑を跳ねのけ切って残ったのは人生の真の面白さだ。